こんにちは、徳永加連です。今日の先生との対談される方は寺脇蓮生先生です。寺脇先生は幼稚園の頃からずっと書道されてて、ずっと大人になっても続けられて先生になられた方です。ではどうぞ。皆さんこんにちは、暁小学院林田行慶です。本日は寺脇先生を迎えていろいろとお聞きしたいと思います。どうぞ。はい、寺脇蓮生です。よろしくお願いします。ところでね、寺脇さんってもう、習われてどのぐらいになります？もう大体で結構、大体で年少からと聞いていますので。あ、大体30年ぐらい。あ、そんなに来てんのか。ね、そうやな。最初だからあっちの方やね、あの子供教室から来てんねんな。な、あれ場所はどこやったかな。場所は大阪市内の西淀川区です。西淀川区ね、もうちょっと分かりやすいかないかな。はい、私にだけ大和田。あ、大和田。あ、大和田から。はい。あ、そうなん。あ、大和田から来てるんですか。ほんだあのそしたらもう大和田からやからすごいね。びっくりするわ。うん、まあ大和田いうところで昔ね、はい、あの、書道教室を始めた時私もいろいろ関わってやってたんですけどね、まさか大和田で出てくると思う。忍じゃないから、あの先生がね、あの梶本先生やから ね、はい、そうですね。だからもう私はもう忍じゃんって言うてしまうんやけど、梶本先生そっちじゃない思ってて、もう一個行ってはったところがあって、はい、そこじゃなかった。ほんなら大和田や、大和田の方が、まあ、はい、要は知ってますけどね、はい、あ、そうですか。それは長いですね。で、毎週子供の頃毎週行って、そうですね、月4回、月4回ね、はい、月4回きっちりあったもんね、はい、多分土曜日かなんかやな。土曜日です。土曜日やな、はい、そうそう、あのあれやな。そしたらそれは梶本先生の時、それは兵頭先生の時。最初は兵頭先生もいらっしゃいました。あ、そうだ、そりゃすごいな。うん、すごいね。兵頭先生も、はい、その頃行ってはったもんな。ね、兵頭さんの姉さんの家やったもんな。あ、そうなんですね。そうそうそうなん、知らなかったです。それは私。もうええけどな。もう兵頭さんの姉さんの家で、あの書道教室やる、ね、やってた。そうそうそう、それです。ほんで、あの梶本先生に変わったと、はい、ね、そうです、そういうことやね、はい、で、あのずっとそこやった。そこからどこに変わったの？高校生の時にそこが閉じてしまったので。ああ、 そこから梅田ですね。梅田、はい、梅田は何曜日の、もう梅田からもうずっと徳永さん、徳永先生、違います、京子先生でした。最初は、あ、最初、はい、どっち、忍ちゃんの方、忍ちゃんの方。あ、そうです、そうです、そうです。あ、そうな、何曜日やってたのかな。何曜日って、それはやっぱ土曜日、土曜日じゃないよな。木曜日。あ、木曜日の夜、夜、夜や、はい、夜やね。そうです。まあ、こんな話ばっかりになりまして、あの、今ね、私、一番最初ね、あの、先生行くとき、私ついて行ったのを、はい、ちょっと思い出しましたけどね。はい、で、今、生徒にね、はい、どういった具合に大体教え、自分はこれをこういうふうに教えてるのをちょっと、お願いします。一応生徒さんの幅が広いので、年齢の幅っていうのが、年齢やね、年齢の幅、これの幅じゃん、ね、はい、年齢の幅が広いので、やっぱあの学生の子たちにはもう見て分かるところ、上と下の線どっちが長いとか、あ、右と左どっちが高いとか、うん、でしっかり直してくるので、そこでちゃんとできたねっていう、すごいね、のはちゃんと言うようにしてます、ね、ちゃんと直してくる子供もすごいな、はい。大人の方は結構自信なさげに持ってこられる方が多いので、まあ、全然そんなことないですよと、あのできてないところを言うんじゃなくて、最初にはちゃんとできたところから言って、もっとここを直したらいいですよねっていうのは気をつけるようにしますね。ああ、そうなん、はい、そんなん、なんか私も習いたいなと。はい、ね、あ、そうですか。で、あの、今書道の方は自分でどういったの勉強してあるのかな。今教科は、漢詩は課題の文と臨書と
ボールペン、祭事、ジョーク全部やってるやん。あ、カナはやってないよ、カナはやってないね、カナ以外のは全部やって、はい、うん、まあこれからね、徐々に展覧会も自分で書いていかなあかん、これやね、ね、はい、いろいろとね、まあ個展またね、はい、臨床してもらったところです、はい、ね、それとあと、あの趣味とか他に、書道以外に趣味というのはありますかね。それがないんです。ない、あ、別になかった、結構、まあ逆に言ったら書道が趣味やな。そうですね、うん、他に聞かれた書道が、書道一筋ですね、もう小さい時からね、年長さんから年長さんから 、はい、書道一筋ですね、はい、あ、そうですか。あとなんか、私聞きたいことなんてあります、書道のことで。書道のことで、うん、書道のこと、中国でも結構やってるね。連星ってなんで連星なんですか。私の画号ですね。ああ、それは、はい、そうやね、それを、先生の、徳永先生の字を入れて考えたからやね、うん、徳永先生はカレン、連で何々をつけるというふうに、うん、考えて、だいたい印象的にそういうふうに、はい、考えていた。あとね、名前とかとよく合う方が、名前なんでもあんまり発音しにくいのもなんやからね、寺脇連星、バッチリやね、まあ、そういうのもちょっと考えたりすんねん、うん、でそう考えて、あとその方の雰囲気とかでね、でつけていくようにしてます。わかりました。で、あの一人前になったいう証拠、名前をもらういうことは一人前になった、もう先生になったいう証拠に近いね、そういうことです。まあいろいろね、はい、頑張ってきてはるし、これから若いので、はい、まだまだ楽しみですから、また期待してますので、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。どうも、本日は寺脇先生を迎えていろいろとお話しさせてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございます。堅苦しい雰囲気ではなくて、明るくて楽しい教室作りというのを、気にかけて運営していますので、ぜひぜひ気になる方は、ご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。